静かに佇むグルテンフリーのカフェ。黒井さん。はい、カズマです。ゆうやです。久しぶりにカズマさんとの撮影ですね。はい、そうみたいですね。はい、今回は雪の中、旧市役所から徒歩1分のところにあるカフェに行きました。はい、外観こんな感じです。はい、地下にあるんで皆さんしっかり見つけてください。内観こんな感じです。はい、内観はソファーの席もテーブルの席もカウンターの席もありまして、すごいこだわりを持ったおしゃれな内観になってました。はい、メニューこちらです。全部グルテンフリーの料理で、僕が頼んだのはチキンオーバーライスでした。デザートを頼んだんですけど、いちごとバルサミコ酢のシェイク頼みました。はい、僕はビーガンキーマカレーとデザートにタイのシフォンケーキを頼みました。はい、お料理来ました。はい、来ました。前菜はサラダとポテトサラダとあとスープが乗ってたんですけど、サラダの上に乗ってグラノーラがアクセントを効いてて美味しかったですね。いや、美味しかったね。はい、チキンオーバーライスはヨーグルトベースのソースがサラダとチキンと米にマッチしていて美味しかったです。はい、ビーガンキーマカレーはね、肉使ってないんですけど食べ応え抜群でした。はい、シェイクの方なんですけども、いちごが丸々入っていて、ちゃんと酢が効いていて、カカオの味がして美味しかったです。はい、デザートもね、何から何まで楽しめるところなんで、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。